医療機関のお役立ち情報をお伝えするウェブリーチャンネルへようこそ。こんにちは、川村信也です。今日はですね、注意喚起の動画です。気をつけたい業者さんのお話なんですけれども、嘘をついて営業する業者さんがちょっと最近目に余るなという感じがしています。インターネット系の業者さんを中心に、皆様のところにいろんな営業があったりすると思うんですけれども、それは今に始まったことじゃなくて、前から結構たくさんあったというお話も聞きますし、我々もですね、医療機関さんに、サービスを提供する側なので、そういう営業ももちろんするんですけれども、特にその営業自体を私自身が否定するわけでもないというか、私自身がそういうサービスプロバイダーなので、そういうことなんですけれども、無知につけ込んで、あとはやっぱり医療機関さんはどうしても収益性が高いところが一般に比べてですね、多いもんですから、それを狙ってきている業者さんが多いなというところで、しかも質の悪い業者さんが結構たくさんいるなということで、どのように業者さんを選定したらいいかみたいな話もしていこうと思います。そもそもなんでこの動画を今なのかというと、ここから先は私の試験ももちろん入っているんですけれども、実はコロナの影響でですね、Google とかですね、Yahoo のですね、広告等を扱っている業者さんがですね、そういう業者さんというのは医療機関さんだけじゃなくて、飲食店さんですとか、エステサロンですとか、そういったところが主な顧客としているところがあったんですけれども、そういったところから今広告収入とかサービスの提供の収入が得られないもんですから、医療機関さんにということで、いろいろな営業が増えていると聞きます。合わせてですね、そういう業者さん訪問中心であって、電話来てもアポイント取って訪問しますよという前提だったんですけれども、最近ですね、そのウェブ会議や、ウェブミーティングが医療機関さんでもだいぶ浸透してきてるなということで、東京に会社があっても地方の医療機関さんにも電話で営業して、そのままサービスの話になる、そういったケースも増えているようです。もちろんいいサービスだったらいいんですけれども、質の悪いサービスが結構多いなということで、今日はですね、実際にあった例と具体的に気をつけたい広告の事例、この2つのポイントをお話ししようと思います。実際にあった例なんですけど、これは ある先生から教えていただいたんですけれども、ある地方都市の開業されているドクターです。最初ですね、 Google から依頼を受けているものですということで、電話が来て、それを先生が取ったらしいんですね。で、先生は私のいろんな情報ですとかそういうものを知ってるもんですから、なんか Google が直接電話かけてくるってなんかちょっとおかしいなと思って、 Google から委託を受けてるって言いましたけど本当ですかと聞き返したらしいんですね。そうしましたら、はいということで、返答があったらしいんです。で、その後ですね、先生上手にされたなと思うんですけれども、 Google ってそんなこと本当にやってるんですか、やってないと思うんですけどって聞いたらですね、さっき委託されたって言ったところですね、簡単にですね、その委託っていうのを覆したらしいんですよ。あれあれということで、先生がそのままずっと今日聞いてったんですね。で、話を進めていくと、委託されたとも言ってませんってまた言い始めてですね、という形で先生がですね、録音してますけど本当ですかって言ったら、もう態度が一変して、平謝りということでした。業者さんの名前ここでは出しませんけど、私も聞いたらですね、私も知らないような会社さんで、Google から直接委託というレベルのところでもなさそうだなという感じなんですね。そういう形で、嘘をついても取り込んでいきたいっていう形の営業があったようです。気持ちは分からなくないというか、会社から例えばその担当がノルマを与えられてですね、飲食店とかに営業してもですね、門前払いでしょうから、医療機関さんに調べて電話というところだったんですけれども、どうせやるんだったらまともにちゃんと提案してほしいなっていう感じがします。ただ先生がそれがまともかどうかという判断軸って結構難しいと思います。なので、このウェブリーチャンネルでいろんな情報を配信しているので、結構この動画見てる方は先ほどの先生のように、あれこれおかしいなアンテナがピンと張ったりする可能性があるんですけれども、私4つほど、ちょっと怪しそうなものがあるんじゃないかな、気をつけてくださいという具体例をお話ししようと思います。前提として、そもそも Google ですとか Yahoo ですっていうケースが多いんですけれども、大抵ですね、 Google でもないし Yahoo でもないし、場合によっては代理店でもないっていう場合もありますので、大きな会社を盾にして先生に取り入っていくような業者さんはちょっと危ないとまず思っていただいて結構です。で、まず一つ目の具体的な例なんですけれども、口コミ消せますよ系の
業者さんです。口コミについては私の動画ここら辺にリンクを貼っときますので、以前口コミは気をつけろみたいな動画も出しましたので、詳細はそれをご覧いただければと思うんですけれども、口コミを消すっていう技術は実際にあることあるんですけれども、もうほとんどですね Google 側もそれを対策してまして、逆にそれをやってしまってバレてしまうと Google の検索にかかりにくくなる、いわば Google ハブと呼ばれる状態になる可能性がありますので、口コミについてはやらせを指示するような業者さんはお付き合いしない方がいいと思います。ただ個人的な見解だと、通常ですね医療機関さん悪い口コミの方がやっぱりかかりやすいということもありますので、それ相応のやっぱり対策はあるかなというふうに思いますので、それはですねちょっとまた別の動画でお話ししようかなというふうに思いますし、私はセミナー定期的にウェブでも開催してますので、そちらの方では毎回お話ししてますので、そちらご覧いただいたらいいかなというふうに思います。それから2つ目、サイトのリニューアルしませんかという営業です。我々もですね、ウェブの作成のプロバイダーなので、サイトリニューアルしませんかの提案はもちろんするんですけれども、重箱の隅をつつくような提案をしてくる業者さんがいて、僕も結構困ったなということを思います。重箱の隅というのは、皆さんもご存知のようにウェブって凝れば凝るほど、お金もすごくかかりますし、キリがないんですよね。もちろんこうした方が理想っていうのがあるんですけれども、じゃああとはコストとやっぱり天秤にしていく可能性があります。で、私は医療機関さんは、そこそこのものを作れば十分に機能するなというふうに思ってますので、例えばですね、もう500万とか600万とか、そのくらいの初期費用かかる、もしくは初期費用かかんなくても、毎月10万くらいの、相場よりやっぱり高いけど質は相当いいみたいな業者さんもあるんですけれども、それを否定するわけではないんですけれども、やっぱり必要十分のラインっていうのは必ずあると思いますので、その必要十分のラインを見極めた上で意思決定していただくといいのかなというふうに思います。質の高いものを導入すると、それのメンテナンスも当然やっぱり高くなる傾向がありますので、分かりやすく言うと医療機器なんかもそうだと思いますけど、もちろん最上級のものを入れた方が発見率とか、いろんなものが上がるんですけれども、じゃあそこまでコストをかけて入れるべきものかみたいな判断基準って医療機関さんによってそれぞれなので、やっぱりウェブも同じように、今の時点で必要十分のレベルのものを選ぶというのが大事だなというふうに思います。それから3つ目、これよく最近あると思うんですけど、 Google のストリートビュー撮りませんかです。私個人的にはストリートビューは増刊にあまりつながらないので、記念撮影と思う以外はですね特に撮る必要はないかなと思いますし、私の動画でも自分で撮れるっていうのを上げてますので、ぜひそういうのを利用して、まずは少ないコスト感で始めていただいてもいいのかなというところです。ただやっぱり業者さんが撮った方が綺麗に撮れる、これは間違いないんですけれども、気をつけたいのは Google の代理店ですっていうところです。Google のストリートビューは代理店制度がないので、もうそれ言った時点でアウトです。それから Google のストリートビュー入れると Google の検索が上がりますよという言い方をする業者さんもあるんですけれども、全く上がらないかって言ったらそうでもないし、関連がないかって言ったらそうでもないんですけれども、ほとんど効果がないと思っていただいて結構ですので、それを天秤にかけて、会員したし綺麗に撮っていただいて記念撮影だな、これ以外の人は特に Google ストリートビューを業者さんに頼む必要はないかなというふうに思います。それから予約システムを入れましょう。で、1予約あたりいくらの成功報酬ですみたいなところも、気をつけていただいた方がいいかなというふうに思います。成功報酬なので、予約された分しか金額はかからない、これはすごく魅力的なんですけれども、結局ですね初心の方以外もその予約を使うとですね、いわゆる医療機関さんに特化した予約システムというのも結局1万円から2万円ぐらいの月額の幅なので、それよりもやっぱり高くなっちゃうんですね。場合によってはもう5万6万10万みたいなケースもありますし、あとですねなぜかですねそれがリース契約的なものになってて、要するに10年間は解約できないみたいになってたりする場合もありますので、そういう契約形態と実際にやっぱりいくらぐらいかかるのかというのをしっかりこう見極めていく必要があるかなというふうに思います。で、今の4つはですね結構当たり前というか、先生方で判断できそうな感じなんですけれども、その立ちが悪いのはちょこちょこ真実でないことを入れる業者さんがいて、結局それをですね先生方が信じてしまって意思決定して蓋を開けてみると、いやいや違うよみたいな感じで担当者に聞くと、そういうブラック的なノルマを課すような企業なので退社しました、
分かりませんみたいになる可能性もあります。まあ私がいろんな医療機関さんとか先生とお話しする限り、やっぱりアンテナ鋭い方、先生方って接客商売で人を見る商売なので、まあ、そういうアンテナ結構敏感な方いらっしゃるなと。でそのアンテナを信じていただいて、でもし迷ったら、まあ、私の YouTube の動画いろいろひっくり返して見ていただけると、ああなるほどこういう判断基準なんだなっていうのが分かったりしますので、ぜひそういうのを参考にしていただいてですね、健全なサービスを選んでいただければなというふうに思います。それではまた次回。